NPO 法人札幌カラス研究会中村です。ここはですね、川の橋の下です。橋の下はね、やっぱり雪がほとんど入らないので、ここは冬でもね、こうやってなんかこれね、こちこちに冷凍してる、凍ってるんですけど、嘔吐物ですね。まあ具合が悪くなって、こう川に降りてきて嘔吐してそのまま凍死するってパターン、結構冬豊平川で年に何回かあるっぽいので、くれぐれも酔っ払っても川へは降りないようにした方がいいと思います。見つけるとね、結構その頭の向きで何区何区って結構いろいろ聞かれてめんどくさいのでね、死ぬんならこういうところでは死なず、違うところにしていただければなと思います。で、今これほとんどね、ボソさんなんですけど、プト君も入ってますよね。もうこちこちに凍ってるんですけどね、もう動物処理班は頑張りますね。こうやってね、みんなが知らない間に、こういう人が触りたくないものはこうやってブト君、まあね、ススキノの、町の中だとほとんどがブト君なんだけども、ね、こうやってこうね、カラスたちがきれいにしてくれてて、これ食べちゃったらきっとね、ここに嘔吐物あるなんてきっと誰もわかんないし、これも多分普通の人見たら嘔吐物なんて思わないよね。私わかるけど普通はわからないね。こんなんでブト君もモソさんも役に立ってますね。川はね、こんな感じで静かでいいですよ、ね、今はもう全部下半林も落葉しててね、もう明るいし、でも寒いよ、やっぱりね、寒いです、ね、そんなわけでした。